早速次の曲に行きたいと思います。はい、それでは聴いてください。岡本商店街に行こうよ。
思い出なんかを聞いていきたいと思うんですけど、ふーちゃんが手挙げてた。違う、あの来てないよ。あ、なるほどね。違いました。来てた人。え、一人だけ。はい。はい。じゃあツーミン聞こうかな。どうだった？私はバケーションクラブさんっていう雑貨屋さんに行かせてもらってたんですよ。今日も。メンバーさんがそのお店に行かせてもらうんですけど、すごいバーガーグッズがたくさん置いてるんですね。そこめっちゃ可愛いんですよ。すごいあのお店の方が手作りしたピアスのハンバーガーのピアスとか置いてあったり、すごい楽しいお店でした。すごい。みなみちゃんも一緒に行ってなかった？うん、行きました。一緒に行かせていただいて、ですね、このそこなんですけど、この道をこっちに行ったこっちなんですけど、ですね、そうツーミンと一緒に行かせていただいた時に、お店の前でね、ちょっといらっしゃいませみたいな感じのことをさせていただいて、すごい楽しかったです。あとさっき言ってたみたいにバーガーグッズがいっぱいあるんで、皆さん見に行ってください。お願いします。古着屋さんのカインドールさんというお店にあの行かせていただいたんですけど、その服はなんていうんですか、服屋で働いたことがないから、お客さんに来てくださったお客さんに服を当てさせてもらうとか初めてやったんですけど、いいやんとかその当ててもらった方に言ってもらってすごい嬉しかったです。はい。他は誰かの方なんですかな。はい、うん、私は前回フランス直輸入店のラクソンさんっていうお店に一日店長させていただいたんですけど、そこではあの店長さんがフランス人の方なんですよ。そう、そのでフランス人の方がもう認めに認めた自慢のパンが売ってるので、そう、それがおすすめです。あともう一個岩塩ミルクジェラートっていうのがあります。すごい美味しそう。めっちゃ美味しかったです。なのでぜひよろしくお願いします。すごい美味しそう。ちさぽは何の店ですか？ちさぽはあのバカロンを売っているレオニダスさん。わー、リオニャンと言ったんですけど、よかったね。で梅マカロンがめっちゃ美味しかったんですよ。はい、食べたことない。めっちゃ美味しかったね。美味しかったです。もうね、岡本商店街美味しいものたくさんあるからね。はい、そうですね。すごい、もうマカロンにめっちゃ反応したでしょ。食べたい、食べたい。美味しいから。マカロン、ね、はい、好きやもんな。大好きやね、うん、はい、ということで今日もね、はい、また岡本商店街でやらせてもらうので、はい、あのそっちの方にも足を運んでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします、はい、お願いします。